小さい虫のくせにデルタに攻撃なんて生意気なのです。お腹んとこ刺されて痒くなったのです。しかもアルファ様の言いつけでお腹んとこベタベタする薬塗られてしまったのです。気持ち悪かった。痒みも痛みもどっちも嫌なのです。しかもデルタの爪はお腹を引き裂いちゃうかも。危なすぎるのです。なるほど、ボス物知り。じゃあ次刺されたら薬じゃなくてお腹冷やす。ああ、なし、次は刺させないから。あんな小さい虫に何度も負けはしないのです。デルタ、負けたままではいない。一度の敗北からさらに強くなるのがデルタなのです。